最近こうしてここでバイオリンの練習をすることが日課のようになっている。この春3年生に進級してから一人の時間が増えたからかもしれない。そう、ギーと交わしたあの約束の日から。俺と匠が付き合っていくということは、これから先もたくさんの人たちを欺くことになるかもしれない。でも時も俺のそばにいてくれ。俺のそばで共犯者になってくれないか。それってなんかプロポーズみたい。はぐらかさないで答えてくれ。いいよキー。共犯者になってあげる。ずっとギーのそばにいる。人里離れた山の中腹に立つ全寮制男子校、指導学院高等学校。ここで僕は運命を大きく変える出会いをした。サキ・ギーチ、通称ギー。でも僕とギーは今互いの思いを隠し続けなければならなかった。なぜならギーをいつも取り囲む新しく入った1年生から僕の身を守るため。彼らの嫉妬が僕に向かないようにという、ギーの僕に対する精一杯の優しさだった。また降り始めた。え？雨？降ってないっすよ。霧雨だよ。目には見えないし音も聞こえないけどちゃんと降ってる。
本当だ、降ってる。すごい葉山さん、どうして分かったんですか？急に空気が透けてきただろ。いや、そういう感覚的なことはよく分かんないんですけど、6月に入った途端雨ばっかですよね。ああ、せっかくの日曜日なのに。そんなとこにいたら濡れちゃうよ。梅雨の風は長引くって言うし。バカは風邪ひかないっすよ、葉山さん。ごめん、僕の方がダメなんだ。冷えてきただろ。窓を閉めてくれないかな。葉山さんに風邪をひかした犯人が俺だなんてギー先輩に知られたら、今年一年地獄の生活だもんな。地獄の生活だなんてそんなことないよ。別に僕とギーは付き合ってるとかそういうんじゃ。今はもう付き合ってないって聞かされたところで、葉山さんは相変わらずギー先輩のことが好きなんだろうなって。だから実際付き合っててもそうじゃなくても大差ないっすよね。新行寺君、僕とギーのことは葉山さんのキャラクターからして去年のことしてそう簡単に心変わりするわけないって感じでしょ。そうですか。あんまり備品いじり回してるとまたミス君にバレちゃうよ。新田さん、そこまで俺のこと気にしてないっすよ。最近口を開けば忙しい忙しいって。え、もしかして最近会ってないの、ミス君と。そりゃ会うくらいはそのあたりで会いますけど、所詮同じ屋根の下なんすか。そろそろ新田さん帰ってくる頃だ。約束もしてないのにここにいること見つかったら殺されかねないからな。俺吐けるっす。はあ、それC の葉山匠さん、お電話が入ってます。もしもし。匠、元気にしてるの？元気だよ。お母さんは？こっちは変わりないわよ。そうね、変わったといえばお父さんのお腹周りが大きくなったぐらいかしらね。そうなんだ。勉強の方はどう？うん、してるよ。母とのたわいもない会話でも、母がなぜこの時期に電話をかけてきたのか、僕にはその理由が分かっていた。ねえ匠、15日はどうしてる？無理なんだお母さん。まだ気にしてるの？違うよお母さん、そんなんじゃないんだ。ごめんね。分かってしまった。確かに去年僕はあの場所へ行けたけど、まだお母さんたちと一緒にはあそこへは行けないということを。生きていたら最高のライバルだったな。そう言って僕の背中を押してくれたギー、おかげで僕はあの場所へ行くことができた。兄の墓参りへと。6月15日、兄の命日まであと1週間。
恨んでるのか今も。ギーと二人で会いたいと。うん。どうしてそれ俺に頼むかな、葉山くん。声かけづらくてね。ギーのゼロ番尋ねんのもちょっと勇気出なくて。まったく、葉山もギーもお互いに意識しすぎてかえって不自然だぜ。でも、まあしょうがないな。いいの？で、急ぎか。うん、できれば。どこだいたい？どこでもいいよ。ちょっとでいいから、どうしてもギーと話がしたいんだ。葉山相変わらず音質でバイオリンの練習してるのか。うん、まあ。明日は？明日？行くつもりだけど。じゃあそこにギーを行かせる。ありがとう、赤池くん。毎年恒例、生徒会主催新入生歓迎行事ですが、今年はスヌーカー大会になりました。一クラス2名を選出し、トーナメント、つまり勝ち抜き戦です。優勝者と準優勝者には豪華賞品が用意されています。頑張りがいがあるでしょ。なあ、店豪華賞品ってマジ？残念ながら大した品物じゃないけどね。放課後には中庭に工事が出るよ。生徒会長だろ、給油特典としてリークしてほしいな。美濃井はどうする？お前の判断でどうぞ。じゃあその前に大会までの日程をお知らせしておきます。実施日は6月15日日曜日。出場者は12日までに選出して参加登録をしてください。6月15日参加不可能な場合。大変だ、新田さんにバレた。バレたって？ああ、そりゃ雑誌のことならバレない方がおかしいよ。違うって、雑誌はいいんだ、わざとだから。ちゃんとデートしてるんだ。もう殴る蹴るだよ。え？同室のやつがたまたまいなかったのいいことに、新田さん、俺をボコボコにして帰ってった。帰った？でも水くん確かあの日僕の部屋から出てって戻ってきたの遅かったけど。その後俺が追っかけた。新田さんだって分かってんのに、俺が新田さんを誘うためにわざと雑誌持ってったって。なのに殴る蹴るで終わりにされたらたまんないっすよ。なんだ、ちゃんとデートしてるんだね。やることやったけど、デートって表現がね。俺たちは恋人同士じゃないんだからどうのこうのって新田さんからチェック入るんだろうな。ちくしょう。そんなに腹立たしいんだったら付き合うのやめちゃえばいいのに。それができないから大変なんすよ。あ、っていうかそれよりもっと大変なんです、葉山さん。今度は何？猫、あのチビ、リンリンっす。大橋先生、リンリンのことちゃんとかくまってくれてるんすよね。うん、大丈夫だと思うけど。あ、よかった。俺たちが捨て猫をこの温室で内緒で飼ってるってバレちゃって。そうなの？あの人動物大嫌いなんだ。猫も犬も、要するに正しく二足歩行する動物以外ダメなんだ。リンリン、
見つかったら絶対保健所行きだよ。葉山さん頼むよ、新田さんの魔の手から凛に守ってくれよ。自信ないけどとりあえず努力はするよ。ありがとう。俺部活終わったら速攻ここ来るから、それまでお願いっす。よ、あ、よかった来てくれて。匠、もう来ないかなって、無理かなって諦めてた。そんなに待たせたか、ごめん匠。ギー、あのね、あれ、もしかして邪魔しちゃったかな。さっき慌てて出て行っちゃったみたいだけど。あ、そんなことないですよ。用事の途中でただ立ち寄っただけだって言ってたので。あ、痛い痛い痛い、もうリンリン痛いよ、爪立てたら。あ、そうだ先生、ミス君がリンリン奪いに来るかもしれません。ミスが？どうして？ミス君猫が苦手なんです。だから保健所へって。うん、生徒会長としてかな。まあそもそもうちの学校で動物を飼うのは禁止されてるけどさ、それは学生はだろ。それじゃあ教師はいいんですか？さあ前例はないけどね、そんなに心配することないよ。葉山君さ、さっきと仲良かったっけ？え？あ、いや、特には。そうなんだ。いや、別れ際ささっきが葉山君を心配してたからさ、てっきりね。1年前も母から同じように封書を受け取った。
あの頃の僕は僕自身が嫌いだった。それと同じくらい父さんも母さんも兄さんも嫌いだった。死んでしまったものをいつまでも責めても仕方ないから許してあげてほしいと言われるたびに、自分たちをこそ許してほしいと都合よく懇願しているようにしか聞こえなかった。あの頃の僕は僕の心を守るために必死でバリケードを作った。何もかも諦めることで僕の心を守り抜こうとしていた。おい葉山、お前今日図書当番じゃないのか？だから今サボるつもりだったんじゃないのか？うちのクラスから出てないってなれば俺たちのクラスの評判まで下がるんだけどね。ただでさえ葉山みたいなのがいるってだけでうちのクラス注目の的なんだけどな。迷惑なんだよね。その過剰反応もさ、いい加減にしてもらえないかな。そんなに人付き合いが下手ならなんで全寮制の指導に来たのさ？ったく感じ悪いな。図書当番ぐらいで言いがかりつけるなんて、あいつらもあいつらだよ。みんなサボってるのに。いや、葉山が図書当番サボるわけないさ。え？葉山はそんなやつじゃない。だとしてもあれだけの人間嫌いでよくここの生活に耐えられるな、葉山のやつ。葉山のは人間が嫌いっていうのとはちょっと違う気がするんだよ。っていうと？葉山のやつ近寄られたり触れられたり、そういうの極度に苦手だけどさ、人間が嫌いなわけじゃないような気がするんだ。人間接触嫌悪症。僕が僕の心を守るために作ったバリケードを、そんな風に呼んだギー。あの頃からギーだけは僕のことを分かってくれていたのかもしれない。最近不眠症気味だな。体が持たないぜ。うん、分かってるのか？何が？俺が匠を愛してるってこと。愛してるってどういう意味か分かってるのか？どこの世界に好きな相手に手も出せずに平気な男がいるもんか。ギー、前に僕にそう言ってくれたよね。ああ、だから分かってる。いや、やっぱり分かってない。そんなことないよ。分かってるのに何も変わらないのか？匠は何も変わっちゃいないじゃないか。十分変わったよ。だってギーのこと。まあ夜中に口論することはないよな。お前も寝ろよ。おやすみ。Thank you.
お帰り。ただいま。葉山、俺に対して何か後ろめたいことでもあるのか。新行司君が心配してたよ。リンリン、強制的に保健所に連れて行かれちゃうんじゃないかって。人の飼い猫勝手に処分したら犯罪だろう。最近めっきり新行司と仲がいいんだな。ミス君が新行司君と僕のこと気にするなんて意外だね。そりゃ少しは気になるさ。恋人でもないのに。惚れてなくてもあいつは俺の所有物だ。他人のものを勝手に処分したら犯罪だもんね。そういうことだ。あんなに愛されてるのに不安なんだ。ミス君は葉山、本題からずれてるぞ。だって新行司君が誰はばかることなく大好きなミス君ののろけ話できるの僕だけなんだよ。他言無用を敷いてるんだろ。新行司君はちゃんとそれ分かってるよ。もしかして僕にしか話せないのにそれすら禁止なんて言わないよね。参ったね葉山。サキが付き合ってるだけはある。え？散歩してくる。いいか。もう。やばいんじゃないの。やばいよ。いや俺さ数学苦手だからさ教えてよ。俺がよし。ダメだ、ここまで来て足がすくむ。やっぱり帰ろうかな。あの早紀先輩なら在室ですよ。さっき部屋に入っていくの見ましたから。ありがとう。ちょっと。はい、早紀先輩、お客さんです。組？そのほら1年なんかにナンパされてんじゃねえよ。そんなんじゃないよ。いいから入れよ。ほら。ほら。葉山くん、こんばんは。悪いなぎ、休養を思い出した。おかしな気使いやがって。たくみ、コーヒー飲むか。え、うん、飲むよ。いいから座れよ、たくみ。ここにいていいのかな、ギー。夜中に二人きりはやばいか。え？構いやしないさ。
さっきまで美濃岩と二人きりだったし。美濃岩君よかったのかな、用事あったんだろ。急ぎじゃないんだろ。それにしても訪れる男が入れ替わり立ち替わりでかなり怪しいよな。俺も よく来たな。温室でキスなんかしなければよかったってさっきまでずっと後悔してた。え、それって。違うって。そういう意味じゃない。そんな不安そうに見るなよ。俺自制心弱いからやばいなって。それじゃあ勝手に来ちゃって怒ってない？なわけないだろ匠。いっそこのまま襲っちまおうか。誘うなよ匠。そうだ匠、留守にするから電気消そう。ギー出かけるんだ。ごめんね、僕帰るね。違うって。ソファーとベッドどっちがいい？どっちでも。いつの間に眠ってたんだろうな。今何時だ？
まずいな、どうしよう。きっと水がうまく処理してくれたんだろう。え？点呼が取れないことで問題が発生していたら、匠がここにいられるわけがない。僕、部屋に戻るよ。どうして？だって頼むから、せめて今夜くらい俺のものでいろよ。俺、お前に話があるんだ。僕に？日曜の電話、誰だった？え？夕方、お前に電話の呼び出しがあったろ。母さんだよ。お袋さん、なんだって？あのね、昨日音質で結局ちゃんと話せなかったんだけど、実は僕も議員に話があったんだ。お袋さんの電話と関係あるのか？うん。匠、それ兄貴の件か？踏み込みすぎなら、そう言ってくれよな。どうも俺の感覚、日本人になりきれないようだから。ギー？兄貴の命日、今度の日曜日だったよな。匠、今年の墓参り、俺も一緒に行かせてくれないか？ごめん、やっぱり無理だよな。俺、お前の家族じゃないもんな。ぶしつけだった、本当ごめん。さすがにどう言い出せばいいか分からなくてさ、昨日も本当は墓参りのこと聞きたくて、でもうまいタイミングつかめなくてさ。誘いたかったんだ、ギー。え？僕こそ兄さんの墓参り一緒に行ってほしいって誘いたかったんだ、ギー。たくみ、僕もね、ずっとそれをギーに言いたかった。だけどギーと一緒にいると、それだけで世界が完結しちゃうみたいでさ、何も考えられなくなっちゃって。15日の日曜日、俺も一緒に行っていいか？大切なことだから、別々にここを出て駅で待ち合わせなんてしないで、ここからちゃんと二人で一緒に行こう。え？いいの？ずるいことするとお前の兄貴に叱られそうだ。そんな男に大切な弟はやれないなんて言われたら。
俺たまんないよ。そんなこと言わないよ。それでなくても俺3年になってからお前のこと泣かせてばかりいるのに。そんな泣いてなんかないじゃないか。本当にいつだってギーは僕が一番望むものをくれるんだね。これお願いします。今度の七夕の笹の搬入の件だけど何か聞いてるか。うん、問題ない、もう発注しといた。そうだ。佐紀先輩ちょっといいですか。うん、あの英語の問題でわからないところがあるんですけど、この一番のモーメントなんですけど。トトカルチョ？ああ、要するに人気投票みたいなもん。何票入れても構わないけど。優勝しそうな人に投票するわけ？まあ金額相当分の学食のチケットが贈られるらしい。へえ。あ、つまり直接お金はかけないけど投票用紙を1票いくらかで購入する仕組み？お、葉山優秀。でも去年まではそんなことしなかったもんね。ああ、なんせ今年の生徒会長はあの抜け目のないミスだ。突然の思いつきじゃスヌーカー大会にあの商品は用意できないだろう。相当以前から準備していたはずだ。うん、じゃあ準優勝の商品の方がいいのも追っかけのためだろうな。商品欲しさにわざと決勝で負けるやつもいるだろうし、かけるのが難しくなる。でも裏のトトカルチョは先生方には内緒なんだから、葉山ボロ出すなよ。喋んないよそんな。どうせ13個なんだから乗り気じゃなかったらやめときゃいいんだよ。そういう赤池君は個人的な意見はどうあれ俺の立場で参加するわけにいかないだろう。まあ取り締まるつもりもないけどね。そっか。あ、でもな葉山、お前せっかくギーが出るんだから奴に一票入れてやるってのも愛情のうちってやつじゃないのか。え、ギー出るの？何そんな驚いてんだ。え、だって確かスヌーカー大会は今度の日曜日じゃ。6月15日だけど。それってさ、一度ノミネートされたら代理は立てられないんだよね。欠場扱いされちゃうから。ノミネートされた以上絶対に参加しなきゃいけないんだろ。おい葉山、なんだお前、議員にスヌーカー大会に出てほしくないみたいなこと言うんだな。約束したのに。議員、葉山、ひどいよ議員。おい泣いてんのか。最低。誰があの匠を愛してくれるものか。両親ですらあだったんだぜ。笑わせるな。
お前は卑しい人間なんだ。あんたなんて、あんたなんて私の子じゃない。誰が誰を許せって。何してんだ葉山。どうした、何かあったのか。赤池君は誰か好きになったことある？どうしたんだよいきなり。春？この年でないわけないだろう。どうしても失いたくないほど好きになった人だよ。好きになった人はみんな失いたくないもんさ。どうやったら失わずに済むの？葉山、仮に今の話がギーを指してるんだったら心配は無用だぜ。ギーは葉山の想像以上に葉山のことを思ってるんじゃないのかね。一時の感情に流されないっていう意味でもさ。葉山、君の言うことよくわかんないな。キイが君の友人で亡くなったらそれでも平気なの？おい葉山、大丈夫か？ねえどうなんだよ。キイを失ってもそれでも生きていけるの？ねえどうなんだよ。おい、葉山、大丈夫か？おい、おい、葉山、おい。貧血だって。ここのところ寝不足気味だったからな。ギー、このままじゃまずいだろ。葉山のやつ妙に追い詰められてる感じだぜ。そんなにやわじゃないよ匠は。え？俺は本当の葉山匠を知ってるんだ。ずっと昔、匠が本当に匠らしい頃の匠を知ってるんだ。その頃から好きだった。いい、俺が出る。おいや珍しい。葉山、今夜はご機嫌が悪いらしい。またにしたらどうだ？いや、急ぎのようなんだ。月曜夜の点呼に続いて二つ目の貸しだな。先一時間したら戻るから。匠、もう知ってるかと思うが、宿題の途中なんだ。邪魔しないで帰ってくれよ。すまない、こんなことになって。でもな、謝罪はいいよ。謝ってなんかもらいたくもない。匠、わざとじゃない。
こんなはずじゃなくて俺も戸惑ってるんだ。やめてくれよ、言い訳なんか聞きたくもないよ。どうにもならなかったんだ、根回しもしたがアクシデントで。言い訳も説明もいい、いらない。ほら大会に出場しろよ。分かった、なら大会には出場する。だが早々に負けてお前と出かける。できるもんかそんなこと。これ見よがしに負けたら八百長かと思われるよ。ギーの信用ガタ落ちだ。 B 組のみんなにも迷惑かかるよ。匠、頭の良さがあだになるね。だってギーだもん、おかしな負け方できないよ。ただのトーナメントじゃないんだよ。赤池くんが言ってた、ギー本命なんだって。もういいよ、一人で行ってくるから気にしないでいいよ。匠、話は終わった、帰れよ。初戦で負ける約束する。僕はしない、外出許可を取ったから。一人で行ってくる。せめて11時まで待てないか。待たない。匠、みんなの期待に応えてやれよ。期待を裏切らないのが義だろ。挽回のチャンス俺にくれよ。断る。匠、不可抗力だと思ってても許せないんだよ、義のことを。努力はした、状況からしてギーが大会に出場した方がいいって真面目にそう思うよ。でもね、どれだけ努力しても、どれだけ必死に努力しても許せないんだよ、ギーのこと。分かった、匠の言い分の方がどうしたって正しい。俺が悪かったんだ。ごめん匠。どれだけ努力しても、どれだけ必死に努力しても許せないんだよ、ギーのこと。分かった。なんだ、さっきのやつ時間厳守で帰ったのか。てっきり喧嘩の仲直りが済んでイチャイチャしてる最中を邪魔してやろうと狙ってたのにな。ミス君、あのね、僕
日曜日外出するんだ。いいよ別に俺にそんなこと断らなくても。じゃあもう寝るね。早いな。うん、ちょっと疲れちゃってね。日曜日咲と出かけることになってたとか。やっぱりな。なんだ、久しぶりのデートをキャンセルされてそれで不機嫌だったのか。まあそんなとこかな。じゃあおやすみ。おやすみ。ギーとのデートの約束なんて軽いものじゃなかった。でももしかしたらギーと僕の間には認識の差があったのかもしれない。ギーにとってはただ一緒に墓参りに行くだけ。僕がどんな気持ちでギーを誘ったのかきっと分かってもらえなかったんだ。明日の外出許可の申請書なんか調べてどうするんだ。表向きは自由参加とはいえ新入生との親睦を兼ねたスヌーカー大会ですからね。この日に外出しようなどとの不届きなメンツをチェックするのは主催者の生徒会としては当然だと思いますが。まあ極秘じゃないから構わんがね。葉山、何時に出かけるんだ。9時の駅行きのバスに乗るつもりだけど。じゃあ10時頃の電車。途中乗り換えとかあるのか。うん、でもなんでそんなに細かく。同志社の動向把握してないとまずいだろう。把握していればこそこの前の点呼の時のように臨機応変対応できる。あの説はありがとうございました。まだ仲直りしてないのか。仲直りも何も喧嘩じゃないし、僕が一方的に怒ってるだけだから。今日のスヌーカー大会、お前も知っての通り下馬評では咲が1位だ。優勝狙い。そうなんだ。ところが俺は咲には一票も投じていない。どうして。え、咲先輩の相手ってミスさんだったんだ。今日のスヌーカー大会、お前も知っての通り下馬評では咲が1位だ。ところが俺は咲には1票も投じていない。
どうして？なぜならあいつの外出許可申請が昨日の時点で撤回されてなかったから。え？月曜日の午前中に提出されたっきりそのままになってるんだ。加賀先生に頼んで昨日申請を確認した。どんな手を使ってでも外出する気だぞあいつ。月曜日の午前中だって。葉山、電車は何時？10時だよ。でもでもでも帰りの電車のことを考えると遅くても11時半頃の電車乗らないとまずいから。でもそれまではギリギリ駅にいるかもしれない。うん、でも時間が来たら乗っちゃうよ。構わないさ。ただ葉山、先にそれを教えてやってもいいか？そうか、これで先への貸し3つだ。ギーは僕との約束より先にとっくにそのつもりで本気で僕と一緒に兄のところへ行こうとしてくれていたんだ。なのに僕は。スヌーカーっていまいちよく分かんないんだよな。まずは赤を落とす、そして次に色玉を落とす。これを繰り返していくだけ。ただし赤は落ちたらそれっきりだけど、他の色玉は赤が残っている限り落ちたら台の上に戻さなきゃいけない。そして全部の色玉が落ちたら試合終了。まだ起きるなよ。匠。やだよキイ。どういうつもりだよ。やめろよ。やだなんて言わせない。今分かった。この方がいいんだ。タクミンだって分かってるはずだ。こうするのが一番いいんだ。
すがだなミス。こうなったらギーもセーフティーを狙うしかない。新田さん、次の列車までにギーが来なければ間に合わない。俺じゃダメか。俺に抱かれるのはそんなに嫌か。ギ、ダメ。
て顔してるんだ匠。俺の初戦の相手ミスだった。え、だってミス君参加者じゃないよ。トーナメントに教師と生徒会の枠があったろ。大穴になるかただの捨て駒か当日まで不明だったわけ。生徒会の枠にミスが入った。え、ミスのやつ本性丸出しの勝負をして起こした。攻め方が容赦ないんだこれで先への貸し3つだ。そうだったのか。え、ありがとう、約束守ってくれて。なんて顔してるんだ匠。この人はギーだった。たった一人無条件で僕を大切にしてくれる唯一無二の人なんだ。葉山直人、僕のお兄さん。生きていたら22歳になる。3年前入院していた病院で死んだんだ。一日中雨の降る林を傘もささずに裸足でさまよっていたんだって。兄さん、ギーに似てた。タイプはまるで逆だけど、勉強もできて、体力はないけどある程度のスポーツもこなしていて、人望もあった。そんな兄さんを両親はとっても可愛がっていたよ。僕なんか眼中にないくらい兄さんに心をかけていた。でもおかしくなってった。兄さんが中学に入学する年、ちょうど僕は小学2年生で、その頃から兄さんは僕の体をあちこち触りたかったんだ。抵抗しなかったのか。しなかった、できなかった。体力的に不可能だったのも悪いけど、それだけじゃなくて、兄さんは僕の救いだったんだよ。兄さんの口から僕の話題が出る時だけは両親は僕に心を向けてくれた。それが本当に嬉しかったんだ。
兄さんはそれを利用したんだ。そしてあの日が来たんだ。今日みたいに鬱陶しい梅雨の一日だった。ちょうど母さんは買い物に出かけたばかりで、兄さんはここぞとばかりに僕を布団の中に引きずり込んだんだ。そしたら財布を忘れた母さんがその最中に帰ってきてしまったんだ。それで兄さんはどうしたと思う？匠をかばうわけないよな。うん、僕は兄さんを誘惑した変態者扱い。僕は反論する気さえ起こらなかった。でもそれから1年後、両親も気づいたんだ、兄さんの性格異常を。両親は世間体を気にして、兄さんは実家からうんと遠い山奥の病院に入院させられた。その後両親は本当のことを知ったけど、僕はもうその時からどうでもよくなってたよ。何もかも諦めることが僕の生きていく術だったから。恨んでるのか今も？嫌いになった？俺愛してるって言わなかったか？行ってこいよ。そしてギーは兄の墓参りをためらう僕の背中を優しく押してくれた。僕はギーのおかげでずっと避けていたあの場所に向かうことができたんだ。ずっと恨み続けてきた兄、でも僕はその後知った。兄は亡くなった日、僕に謝りたくて謝りたくて僕を探してさまよっていたのだと。兄さん、僕はもう兄さんを恨んでなんかない。もう大丈夫だって、兄さんに胸を張って紹介できる大事な人と一緒だから。
もう来たんだね、お母さんたちみたいだな。来年もまた来よう。え？来年もその次の年もまた一緒に来よう。でも世界のどこにいても俺は来るから。だからその時匠が両親と一緒にここに来られるようになっていたとしても、それでも俺と来よう。来年も再来年もそれから先もずっと毎年俺はお前とここに来る。
俺は本当の葉山匠を知ってるんだ。ずっと昔、匠が本当に匠らしい頃の匠を知ってるんだ。その頃から好きだった。肖像は笑うかもしれないが、俺は匠に憧れていたんだ。キー。